おはようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。本日は3月27日の月曜日、現在時刻は現在時刻は朝のですね、8時39分といったところでございまして、現在私はですね、島根県松江市というところのビジネスホテルに宿泊中でございまして、昨日から今日にかけてですね、いろんなことがたくさんありまして、さあこれをですね、今日の動画でどれだけこの興奮をですね、お伝えできるかというのが僕の今日の動画のチャレンジなんですがね。まず昨日はですね、山口県の防府市からですね、出雲大社って言いますね、出雲市駅までね、移動することが何よりのね、僕のミッションでございましてですね、僕はですね、まあ隣の県ぐらいだからね、まあそんなに遠くないだろうというふうに思っていたらですね、防府の方たちからですね、防府から出雲まではめちゃめちゃ遠いよとね、防府の人間でもですね、広島は行っても島根の出雲は滅多に行かないというふうに脅されましてですね、それで僕もですね、いやこれはちょっとこう、リハーサルの時間には必ず間に合わないといけないなと思ってですね、朝早いですね、特急列車に乗りましてですね、防府から向かって、まあ電車に乗っちゃえばね、4時間ぐらいなんで、時間には間に合ってですね、まあ4時間のですね、4時間の、列車の旅でね、着きまして、出雲市に着きましたですね。で、こう出雲に着く手前でですね、着信の履歴がありまして、登録をしていないですね、すると電話をかけ直したところですね、その出雲でお世話になりますライブハウスアポロの店長坂根さん、通称愛称スッスーさんがですね、お電話くださいましてですね、出雲に着き次第ですね、迎えますということで、なんとですね、そのアポロの店長スッスーがですね、出雲市駅までですね、私を迎えてくださいまして、まあそれからですね、まあいろんなですねお話をしました。その店長のスッスーはですね、なこうやって人をですね、ツアーミュージシャンなんかをですね、まあアテンドするっていうんですかね、いろいろこう、車に乗せたりとか、移動をお手伝いしたりとかですね、とにかく、まあ、出雲をですね、楽しんでいただくというのが何よりだ、ね、バサラさんがですね、出雲で初めてのライブということで、何が何でも、楽しい一日にしていただきたいという気持ちで、それは僕に関わらず、僕に限らずですね、いろんなアーティストに対してそう思ってるということでね、本当にいろんな話をしました。沖縄の例えばモンゴル800のメンバーなんかともですね、まあ交流があるとか、HY さんもライブに来ましたとかね、そういう、あとかりゆし58とかね、そういうののメンバーともまあ、お付き合いがありますということをお話してましたけれどもね、そんなスッスーとですね、出雲そばをですね、食べましたね。出雲そば、もうようやくですね、旅に出て旅気分の食事が、できたかなという気はしますが、とっても美味しかったですね。沖縄にはない出雲そばを堪能しましてですね、それからまあ、夕方の5時ぐらいからですね、5時半からライブが始まりましてですね、昨日の出演者は本当にですね、沖縄が大好きというですね、共演者たちがたくさんいまして、沖縄にまつわる話、もう本当ね、とある方っていうか、渡辺さん、アーティスト前チョンギーさんという方はですね、もう沖縄が僕より詳しくてですね、しまいにはですね、山田バサラ、僕はですね、バサラさんはヤンバルクイーンが見たことがないという話をしたらですね、バサラさん、
山田バサラさんがね、ヤンバルクイナ見たことがないということだったら、私が案内しますって言ってくれてですね、ヤンバルクイナを今度一緒に見に行きましょうってね、地元の人間が出雲の人間にね、アテンドされると、されるんじゃないかというですね、まあそういうね、話まで行きまして、まあ楽しい感じでですね、ライブもしましたよ。そして、今回ですね、この出雲のアポロをですね、つなげてくださった、ひとみちゃん。まあ、アーティスト名だとヒットミーっていうのかな。ひとみちゃんね、本当に十何年ぶりで、ありがとうございます。ね、ライブを紹介してくださっただけじゃなくて、お客さんとしてもですね、見に来てくださってですね、本当に十何年ぶりに、そしてもう本当に、素敵なお母さんになっているというですね、まあ、ことが分かってですね、本当に嬉しかったです。ひとみちゃん、今回は、素敵なですね、出会いをですね、まあ、つなげてくださって、ご縁をつなげてくれて、本当にありがとうございます。なんかスッスーともね、少し話したんですけれども、まず、この初めのライブでね、共演者の方とか、お客さんともですね、仲良くなって、そして、また、その次、この出雲のアポロさんでライブをする。ね。そしてまた近隣のですね、まあライブハウスとかでイベントをして、この山田バサラのね、ライブ、出雲で数年後には50名集まるようなですね、ことができたらいいなというふうにですね、思いました。そしてスッスーはですね、できますよと、バサラさん、可能ですと。きっとできますというふうに言ってくださったので、本当にね、諦めないで、この出雲でね、いつか50名、もっと言えばソールドアウトできるようなですね、ミュージシャンになりたいなというふうに思いました。まあ、本当にね、こうやって出会いがあるんですね。本当に志を持っていたらですね、同じようにですね、人生一度、一期一会ですよと、ね、会ってる回数じゃなくて、ね、こう、たった一回きりの出会いでも、それがもうかけがえのないね、付き合いになることもあるっていうことをですね、一期一会を信じてですね、スッスーもやってるということがよくわかりました。僕もですね、ずっとそれは感じてやってきたことなんですが、改めてですね、一期一会っていうことをですね、なんかずっと今日は真面目な話をしてるなって気がしましたけども、思いました。はい。ということで、もうね、今松江にいるんでね、これからね、もしかしたらまた、とある方とね、松江あたりをですね、観光する。松江も松江城とかあるでしょ？観光するんじゃないかな、というような予感がします。はい、ということで、いろんなものを吸収してですね、山田バサラ、これからも、どんどん、成長して、ね、また歌を作って、いい歌を歌って、皆さんと繋がっていきたいと思ってますので、これからもこのサラバンチで楽しんでいてください。そして、これですね、ライブハウスにはよくありますね。出演者によく渡されるパスですね。パスチケットもらいました。これもらうと、俺もね、こう、ライブハウスでミュージシャンやってるなっていうふうに思うんですよね。これ、パスチケットもらいました。ありがとうございます。はい、ということで、引き続き、山田さん、明日は広島行きますけれどもね。噛んでる。明日は広島でライブですけれどもね。その前に今日一日、また、ここで、ね、一日、オフの間も、ね、いろいろ吸収してやっていきますので、楽しんでください。今日も一日、サラバンジ。